絵本はいつまで読むのか？赤ちゃんに絵本を読んであげようと思っている人は多いものです。でも、いつまで読んでも大丈夫なのでしょうか？読んでもいないのに、読まないでおく時期を考えている。おかしな話です。絵本に設定された対象年齢は、内容を理解できる年齢であって、読んでいい年齢ではありません。何歳までという決まりは全くありません。大きくなってからも読み続けていても、全く問題ありません。絵本を読むことで得られる効果は、年齢によって様々です。例えば、乳幼児期では、語彙力や想像力、情操を育む、親子間のコミュニケーションを促進する、安心感や安定感を与えるなどです。幼児期では、ストーリーの理解や読解力、思考力を育む、知識や教養を身につける、自己肯定感を高めるなどです。学齢期では、読書習慣を身につける、集中力や想像力を高める、価値観や倫理観を養うなどです。年齢に合った絵本を選ぶことが大切です。乳幼児期には、色彩豊かな絵やシンプルなストーリーの絵本がおすすめです。幼児期には、物語性のある絵本や、知識や教養を学べる絵本がおすすめです。学齢期には、文字が多めの絵本や、自分で読み進められる絵本がおすすめです。読み聞かせの時間は、親子にとって貴重なコミュニケーションの場となります。赤ちゃんの反応を見ながら、ゆっくりと丁寧に読んであげましょう。絵本は、子どもの成長にとってかけがえのないものです。いつまでも読み続けてあげてください。